ばんは皆さん、登場です。じゃん、こんばんは。田辺、すごい今日背景が派手派手だ。なんで派手派手だかと言いますとですね、そうなんですよ、連続配信100日でーす。イエーイ、連続配信100日、ありがとう。みんな100日目も見に来てくれてありがとうございます。100日おめでとう、ありがとう。よいしょ、ありがとうございます。手並べ対戦ありがとうございました。皆さん、連続配信100日だけを見に来てしまったってどういうことやねん。これから見に来てください。どういうことやねん、どういうことやねん。おめでとうございました、ありがとう。七並べ大戦ありがとう、ありがとう。明日から1週間くらい雨で、そうなんだ、そうなんや。今日もね、あの100日ですが、いつもと変わらぬ感じで、ギルドの仲間の城が燃えてるよって。何、うわー、何これ、ちょっと待ってよ。なんでなんで、ドラムのツイートどうしたんだろうって。え、何、なんかある、え、ドラムのツイートどうしたんだろうってどういうこと。普通に上がってるけど、わあ、なちゃまこさん100日おめでとう、タワーありがとう、100日ありがとう。ビレーボンのりちゃん100日おめありがとう。え、どうしたらいいんだろうこれ。みんなさ、100日おめでとうございました、ありがとう。どうやって、あ、見れないの動画、なんでだろう。見れるよ、うん、見れる。見れますね。え、なんか
え、そうそう、なんかこれそのまま放置しとったら消えるんよ、火。助けに行けるってできん気がする。え、てかさ、ちょっと聞いてほしい、聞いてほしい。私のさお城の周りにさ、私のさ、あ、勘違いじゃった。よかったよかった、見れたならよかった。え、ねえねえねえ、あの私のね私の聞いてほしいのが、私のさお城の周りってさ、私のギルドメンバーがさ、ギルドメンバーの人がさ周り囲んでくれとるんだけどさ、一人さ、あの田中美穂のさギルドの人おるんよね田中美穂のギルドの人おるんよね。これどういうことなんだろう私のことを応援してくれるのか、あの間近で監視してるのかちょ怖いんだよな。そう、スパイなんよ。え、こういうのってさありなんかな、他のメンバーでもあるのかな、そういう人。そうなんよ、すごいさ、なんかこうね、しれーっとあのしれーっとおるんじゃけどさ、そう、誰なんだろう、それ私ですっていう方いますか。え、そうそうそう、え、もやし、え、めっちゃもやしてるんかな、この人が。この人のさとこさ、え、待って、でも撃破数が194とかなんだけど、ちょっとじゃあこの人攻撃してみるねとか言って、あ、でもバリア張ってるわ、無理じゃん、バリア張ってるから無理なのか。なーに？昨日深夜に始めたんだけどルールが分かんないです。え、なんかね、いろいろね、いろいろなんかしてレベルを上げていくんですよ。なんかこれ画面見たら、画面を出したらバンされちゃうからあれなんだけど、なんかこうお城の、自分のお城の左下のマップが出てるとこを押したらお城の中に入れるんよ、自分の領地に入れるんよ。その自分の領地のさとこにさ入ったらの画面になったら、画面の下のなんか真ん中に移動みたいなとこが出るんですよ。移動みたいな、なんかこの移動っていうのがなんか城レベルを上げるのに、進めていくのになんかいいミッションだし、その移動ってっていうところで、なんかその書かれてるミッションをこなしていってみたいな、レベル上げてくみたいな。ヤスルパンさん、100日おめありがとうございます。高木のマックさん、100日おめありがとう。ひったことさん、100日おめでとうありがとう。ジョリさん、ありがとう。100日おめでとうありがとう。リチャさん、ありがとう。マーニーさん、ありがとう。イグネコさん、ありがとう。月影さん、ありがとう。ベリーボンのおじさん、ありがとう。コンジー、ありがとう。ケンジさん、ありがとう。ちなみに自分じゃないのでご安心よって、さこちゃんのファンの人かなって思った。え、なんかそう、連合軍ってやつを作りたくて、連合軍ってやつを作りたいんやけど、なんかそれを自分でもないよって、連合軍ってどうやって作るんだろうって、そう今ね勉強中。名前適当にしたら変えられないんだけど。え、なんかね、そうね、その名前変えれんっぽいね、変えれんっぽいな。
そう、海連っぽいですね。そう、海連かもしれん。ニックネームの意外とさ、みんなニックネームの登録をさしてない方多くてさ、そうニックネームの登録の仕方をちょっとさ、名前変更の巻物ギルドコインで手に入るはずって。あ、そうよね、なんか名前変えるの巻物が必要なんよ。そうそう、まだまだギルド受け入れ中なので、え、どんなやつだろう、どんなやつって分かったら一番いいんだけどな。あ、でもこれかなって思ってるのはあるから大丈夫だよ。あのそう、チャットで全然言ってくれたら、あの名前が変更できんくて焦ってますけど何々ですみたいな感じで送ってくれたら、私がその認識が分かっとけば、全然誰だって分かってたら大丈夫な。ひさしさん100日おめでとう、ありがとう。しんいちさんハートありがとう。城建築さんとギルド申請できんの？そうやね、そうそうそう、あの建築というか、私のギルドの近くに城を移住させてからギルド申請せんにゃいけんって感じ。そうたらできる。なっちゃんさっきコンジーだけコンジーありがとうって呼び捨てでしたね。ごめんごめん、ちょっとフレンドリーに呼んじゃった、フレンドリーに呼んじゃった。うーん、いや本当にもう私はもうファンの皆さんを大事にしますから。移民しましたって、え、どこに、どこに、ね、なんて名前なの。そう、明日でミクチャのイベントは終了です。あ、でも、え、あー、ケイなんちゃらって、いや、絶対それさ、ケンジさんやと思ってましたよ、私。大丈夫よ、わかるよ。あの、ニックネームのとこさ、ニックネーム、そう、意外とニックネームのとこ登録してない人が多くて、左上にさ、あの、アイコンみたいなあるじゃん。それを押したらさ、あの、多分、あの、みんな、ギルドに入ってくれるみんなは、NTK、なんとかなんとかってみんなのさ、その、アルファベットの名前があるじゃん。
そう、その横にさ、なんかメモ帳と羽みたいなマークがあって、そこにピロンみたいな、そこピコンって押したらなんかニックネームをひらがなで入力できるんで、そこを多分入力してくれたらわかるよ。あの変な分かんないアルファベットになっちゃったっていうのでも。そうそうなんよね。そうこれさ、このゲームさ、全世界のプレイヤーがおって、あのかぶっとったらその使いんけんね。そう私もね、いろいろ大変だったのよ。改めて100日おめでとう、ありがとう。あのタワーのお礼は配信のランキング読みの時にさせていただきます。そうなんですよ。だからね、多分ね、普通のね、いつものニックネームとかでやろうとしても、あのそれは現在使われてますみたいなになると思うけん、私もなっちゃんにしようと思ったんやけど、なっちゃんがことごとくなくてそう、夏キーにしました。そう、ワールドワイドなんですよ。そうアルファベットしかね、そうこのなんていうんだろう、ユーザーネームはつけれんけん、でもニックネームはひらがなでやってるけん、そこのニックネーム登録をよろしくお願いします。この前のチリパ良かった、ありがとう、めっちゃ楽しかった。そう渡辺の月ってね、全国いっぱいいらっしゃるけんね。そういらっしゃるけんね、いっぱいいるからね。え、私さ、そうなんや、ローム場のさ、なんかバリアをさ貼るっていうのをさ、なんか私間違えててさ、そうこのさ防衛シェルターを使ったら、そう防衛シェルター使ったら、そうバリア張れると思っとって、全然バリア張れんくて、張れてなくて、そして今日の朝危なかったんや。私さ、今日の朝さ襲撃された気がする。違うわ、いや今日の朝襲撃されたんよそう襲撃されたんですよ。そう、あのリコチのギルドの人に攻撃されて、あの防衛に失敗して、そうなんか、そうそうなの、城燃えたんかな、城が燃えたんやと思う。そう城が燃えとったんや。カナピエンですねコエとブタ吉さん、後ろの鳥見たくて毎回配信やってたらつい見てしまう。今日はね、鳥不在なので私が代わりに。そうバリア張ってなかったら燃やしに行こうかと思ったけど怒られそうだからやめた。え、私危なかったんよ本当に。バリアを張るのをさ、全然違うやり方しとってさ、勘違いしとってさ、危なかった本当に。よかった気づけたけ、今ね、そう無事バリアを張れとんですよ。そう安否の城もその人に燃やされてたって、やばいやばい、もうちょみんな燃やされようんじゃん、みんな燃やされようんじゃん。え、ちょっと私もさ、どっかのお城の人さ、ちょっと燃やしてみようかな、ちょっと探してみよう。自分より
自分より弱そうなーみたいな。いや待って、みんな自分より強いな。自分よりみんな強いな。レベルが高いんだよな。あ、でもレベル8は私より。え、これってさ、本当にさ、これってさ、本当にさ、もう見知らぬさ人でもいいのかな。じゃあこの人に決めた。攻撃、え、ちょっとやってみるね。待って、そういうことか。これは勝てるんかな。サーヤのとこ絶対強いでしょ。え、なんかちょっと待って、私なんかやってしまったかもしれん。これさ、これやめることってできんのかな。これ取り消すことってできんの。やばいね、これ取り消すことできんのかな。待って、めっちゃ私めっちゃ遠い人のやつやってしまったんやけど、めっちゃ遠くの人のやつやっちゃった。やばい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 、私撤退できないんかな、これ。ちょっとごめんなさい、ちょっと私は撤退したいわ、撤退したいけれども撤退したいけれども、どうしようかしら。これは引き返せないわ、なぜだ。これはこれにさ、協力ってできる？みんなが協力さ、みんなが協力してくれることってできるんですか？どうなんだろう。あれかな、一緒に行けそうだったよって。え、なんか連合軍ってやつ作りたいんですよ。じゃ、今日のこの配信、ローモバ配信の連合軍を作るっていうのを目標にしよう。これ私は大丈夫なのでしょうか。ちょっと不安ですね。なんかさ、うん？なんかこれちょっとさ、なんかさ、ちょっと危ないですね。めっちゃおもろいんだけど、これど大丈夫かな、私大丈夫かな。ちょっとなんか多分海外の方の、あ、やばい、攻撃しちゃった、攻撃しちゃった。わあ、勝った勝ったよ、すごい。初めての、いや、燃やしちゃった。
すごい。これはこれはどうしたらいいのだろうか。やった初勝利。え、これさ、みんなと戦いに行くのってあれですよね、連合軍、連合軍作らなきゃいけないんですよね、っていうのが大事みたいですよね。連合軍ってどうやってやるんだろう、ちょっと調べるわ。調べますね。ローマ、連合軍、連合軍を、さあそういうことや。参加するメンバーは城から遠すぎる場合参加できないだって。あー、そういうことか。攻撃相手が、攻撃相手がレベル17以上じゃないとか。闇の巣窟だこれ闇の巣窟だ。闇の巣窟ってどうやって行けるんだっけ、どこだっけ。闇の巣窟だ。闇の巣窟に行くときにどこなんだ、闇の巣窟。そう、巣窟。え、これどこにあったっけ、闇の巣窟。こんなんないんだけど、こんなんないけど、レベル上がんないと無理なのかな。緑の丘みたいなのがない、まだ進めないとできないのかな、ぽいですな。そう、今日のお洋服めっちゃ可愛いでしょ、これお気に入り、お気に入りなの。お気に入りなんだ。そう、え、そうなんよ、私あのあれなんだっけ、そう、あのなんだっけ、これだ、このノーマルのやつの、ノーマルのやつ第2章まで行けたんですよ、第2章まで行けたんです、やったね。今日の朝第2章にやっと突入できたんですよ。でも第2章の2つ目がめっちゃ難しくて、そう今苦戦しておる。
そんな感じだね。じゃあ明日のローモバのギルド入ってくれているみんなに明日やりたいなって思ってるのは、じゃあこの私のギルドのに入ってくれてたくれた皆さんの中で一番一番知るレベルがそう高い人に、あのギルドチャットな、ギルドチャットでそうだよね、一番知るレベル高い人に連合試合、あのみんなが一緒に戦える、なんか闇の巣窟みたい、巣窟っていうやつがあるらしいんで、それをじゃあ明日の夜にやってみようと思います。明日それをちょっとチャレンジしてみます、みんなと。明日のじゃあ配信のローモバちょこっとある時間はそれします。なので一緒にしましょう、そうしましょう。またあのギルド内のチャットでお知らせするんで、お知らせするんでね、楽しみましょうね皆さん。デジルの巣窟はやばい、デジルの巣窟はねもうねやばいわな。ペペペペン、そうだね。なので皆さんそこんとこよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、このさ紫のさダイヤみたいなのってさ、どうやったらゲットできるんですか、これ。それをそれだけ知りたい。ゲーム配信は別枠でやってほしい。無理ですね。別枠ってどういうこと、わかんないんだけど。さっき攻撃したからバリア溶けてると思うから気をつけてねって。はーい、気をつけます。普通の配信もやってほしいってことですね。ゲーム配信はだけ配信、でもそう分けて配信ができないんで、いや私今分けようと思ってるんで今日のローモ配信はそう配信の中でちゃんと分けようとしてるので、そう明日の配信のローモバやる部分は明日はこうしようねっていう話をしてるんで、普通にあの普通の配信もするので、なんかそういうことを言われてしまったら困りますそう時間をさ、今日は時間がさ分けれなかったから、そうイベントに参加させていただいてるのでね、私は本当にみんなと一緒に盛り上げていきたいと思うので、
なんかそうやってなんか言われちゃうとさ、なんかそう、そうやって言われちゃうと、そうそう、そうやって言われちゃうとね、なんかそうイベントをさ楽しみたいと思ってるのになんか楽しんじゃいけないって言われてるみたいだから、ちょっとそれは困るかな。というわけで明日はそうします。分かんないかな、あ、ブログ読んだよ、ありがとう。お、8月30日やっとこさ僕隊入れますって、よかった。すごい、せっかく私配信楽しんで毎日さできてて嬉しいんだけど、そう言われちゃうと、なんかそういうコメントが一つでもあると、なんかもう本当になんかそう楽しめなくなっちゃうから、本当に考えていただきたいですね。支援、すごい支援供給ありがとうございます。まあまあ気を取り直して、というわけで皆さん、明日の配信の中のローム場をやる配信は、そう、みんなと一緒に戦ってみたいと思うので楽しみましょう、楽しみましょう。参加してない人もいるからねって、参加してない人もいるっていうのは分かってるし、私も分かってるから、そう、なんかそうローモバ配信はさ、やっぱりさイベントに参加させていただいてるからさ、本当に私も一緒に盛り上げたいって気持ちで参加させてもらってるから、やっぱりこうやって配信でもそうやってね楽しさをねみんなにね伝えていけたらいいなってそう思ってるから、そう、それをなんか参加してない人もいるからっていうのは私も分かってるから、そう、それを言っちゃうと、そうなの、参加してない人も参加してほしいけど、まあ、何かしらね、そう、なんか理由があって参加できないっていう人もいると思うから、そう、それは分かってるけど、そう、普通の配信しないわけでもないし、そう、本当にイベント期間中はさ、やっぱりそうさ、そのことについてさ楽しみたいからさ、なんかそうやってなんか普通の配信をしないっていうのを勝手に決めつけないでほしいな。そう、普通の配信もするし、普通の配信の中でロムバも一緒にやる時間を一緒にみんなとできたらいいなっていう、そう、期間だから、そういうのをわざわざ言われてしまうと、そう、言われてしまうとちょっとあれなので、そう、普通の配信もねしないわけじゃないから、そう、一緒に楽しんでいただける広い心をね持っていただけたら嬉しいです。そう、参加したくても参加できないっていう方もねいらっしゃるから、そう、なんかそうやって普通の配信をしてほしいっていう気持ちは本当にそれはわかるけど、絶対しないことはないから、そうコメントにしてくれんでもコメントしてくれんでもそうするから、そう書かなくても普通の配信もするから、そう安心してくださいみんなもそう、ちょっと言い過ぎたって。いや、そうやけんね、普通の配信をベースにこうやってみんな今イベント期間中でこうローモバを一緒に楽しむっていう、みんなと楽しむっていう期間をこうローモバさんから私はいただいているので、そうなので普通の配信をしないと決めつけるわけでなくね、そう、そういう感じでお願いします。
しないわけじゃないので、そうやってね毎回コメントに書かれちゃうと私も心が折れるのでそう、もう私はもうこれから、あ、そうやってプンプンしてるプンプンしてるからついってこと？じゃあもうこれからプンプンしないので、もうプンプンしないので、あのそういうね、そうそうそう、私はそうですよ、そうそう、なのでみんなはみんなもね、なんかそういうね寂しい気持ちに、そう、参加したくてもできんっていう方もいると思うのは分かってるから、そういう寂しくなった気持ちを、なんて言うんだろうね、こうやってなんて言うんだ、みんながいる場所で吐き出さずに、なんかそういう気持ちがあるんだったらね、そうなんかそうね、なっちゃん通信とか何でもその気持ちをつぶやいてくれたら嬉しいです。食べ込みすぎるのもまあ良くないとは思いますけどねはい、そんな感じで、そう、せっかくいただいたチャンスなので楽しみながらできたらいいと思います。そう、みんなも気持ち切り替えて楽しみましょう。はい、そんな感じですというわけで、ローモバは明日の配信のローモバをやる時間はそういう感じで、ちょっとみんなと戦っていけたらいいなって思います。そんな感じでよろしくお願いします。というわけで、ローモバのお時間でした。ありがとう大丈夫だよ、全然通報案件とかじゃない、なんか私がそうそうそう、こうしてくれたら嬉しいなって言ってくれる、言ってるだけだから、意見交換の時間でしたというわけで、そうですね、いや本当にみんな引く日をお祝いしてくれてありがとうございます。まだまだ、あの、そうですね、まだまだ加入できますよって、ありがとうございます、あのなんかそう勧誘してくださって、皆さん、あのまだまだね、ロボバのギルド、あの参加してください募集中です。ケンケンさん、だるまたくさん、ありがとうございます。はい、それではそれでは、みんなありがとうございます。なんかもう100日もたくさん祝っていただいて、というわけで今日は最初にローモバをする時間をしまして、100日配信なのでしようと思います。まだまだ加入できますかね？できますよ。トゥ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 。いやでもこうやって、なんて言うんだろうな。言い合える仲っていうのはやっぱり大事だと思うので。いや、通報とかしちゃダメだよみんな。そんな通報案件とかじゃないから。そう。お互いの意見を言い合っただけだから。そうそうそう。そうそうそう、みんなが思ってくれて、私のことを思ってくれてる気持ちは、そう、一緒ですから、ありがとう本当にいつも。あ、ひくねちゃんおめでとう、ありがとう AT6 さん。加入しないとなっちゃんのギルドが消えちゃうので。そうなの？すまん、まだ申請、あ、まだ申請できんか。え、なんかね、そう、なんかね、あのね、私がツイッターで、あの、ロモバ始まりますっていう引用リツイートしてたところに、誰が映ってますみたいな感じで、あの、ツイッター情報みたいなので、あの、コラボしてる、STU とロモバコラボの、なんかツイッターがあるんですよ、アカウントが。そこに、なんかね、書いてあったやつがあって、そこのね、なんかね、そこを辿っていくと、なんかそう、指導のギルド申請ができない人のなんかやってみてほしいことみたいなのが書いてあるから、そう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 、
それやってみてください。これから並べの配信って、並べの配信ではないですね。そう、こんばんは田辺、気持ちはわかるので複雑ってワイも怒られるくらいに親しくなるように頑張ろうって、そうそうそう、黙って通報されるのは怖いってさ、もうさ、なんかもうそれさ、されなんか経験者を語るみたいな感じじゃない大丈夫？そうそう、みんな待ってまーす。そうそうそう、ドライブの時にその気持ちは経験したので分かりますよ。そうそうそう、そう、言いたいこと言い合えるチームは最高です。ドライブのエール的なのあるんですかと。どうなんだろう。あ、そうそう、セトラブのね投稿しましたんで、皆さんいいねお願いします。令和の平和ソングに出ていた方ですか、こんばんはって。令和の平和ソングは出てないです。でも令和の平和ソングに出ていた STU48 の2期研究生です。そうです。うん、PC から加入できないかやってみたところできそうでしたって。おお、おはようはお小鍋もすこって、汗かいとるやん。よしさん100日おめでとう、ありがとう、みんなありがとうございます、祝っていただいて。というわけで100日なので、100日なので何かしたいなと思ってて、そうそうそう、令和の平和ソング見れないの悲しいって、あれはまあ令和の平和ソング今まだやってるから、そうそうそう、普段はそうそうそう、普段は平和な配信というか、そうだよ、いつも楽しんでるよ。これ静かにさ、静かに栄養のようって書いてなんて読むんだろう、静養中。100日おめありがとう、ケンジさん、月影さんもありがとう。西洋で合ってんだ、西洋で合ってるんだ、へえ。すごい、なんか私新しく言葉を学んだ。そう、みんな本当に体調を崩しやすいさ、季節やけんね、気をつけましょうね。ハニャース大さん100日おめありがとう、ありがとう。なんかね、そう、このショールームのさ、カラオケをさ見たらさ、めっちゃ変わってるんよ、カラオケが変わってて、うわーってなった。それでは聞いてください、一曲目はこちら、炎上路線新しい曲は入ってないと思う。遠巻きに見てたあなたのこと大好きすぎて、もしち、ね、ちょっと待ってそう、そうなんよ、ね、そう
ねえ、これさ、これカラオケさ、新しくなってからさ、あのさ、待って、カラオケのさ、ちょっと待って、面白すぎる現象がさ、起きとるんて、私の目の前に。これさ、みんなには見えてないと思うんやけどさ、これ歌詞のさ、歌詞がさ、こうカラオケみたいにさ、画面に出てくるんよ。何出てくるんよ。カラオケってさ、その文字にだんだん色づいていくやんか。歌う時に。それがさ、めっちゃ爆走しとんて。いや、めっちゃ早く進むんて、私が歌うタイミングを待ってくれんのよ。めっちゃおもろすぎる。ちょっともう一回気を取り直して。そう、これなんか新しくなってから、新しいカラオケになってから、なんかもう、じゃけんさ、なんかすごいさ、リズムがさ、狂うんよ。めっちゃもう、そう、そのリズムが狂ってしまうっていうのを 知った上で聞いていただきたい、本当に。聞いていただきましょう、皆さんに。めっちゃ早いんよ。おもろい。字幕だけ爆走したんて、そう。おもろい。バグかな？わかんない。めっちゃ笑っちゃう。めっちゃ笑っちゃう。オリンピック仕様、そういうこと？そう、めっちゃおもろいんよ。そう、歌のガイドじゃないよ、全然。もう、面白すぎる。じゃあ、ちょっと気を取り直して。面白い。あ、多分ウサイン・ボルトやな。遠巻きに見てたあなたのこと大好きすぎて、もし近寄ったら夢中になる、わかっていたから偶然街でばったり会って立ち話して、携帯アドレス交換した運命の罠、会いたい会えないでも会いたいね、1秒でもいい、指定された場所まで出かけてくわ、門限破ってもいい。あ、いや、何？炎上。私のすべてを燃やし尽くして空っぽになる、炎上ハートの奥を焦がして、炎上体が熱く感じる、あなたのす、もう生きてゆけない、愛の炎上路線。もうほんと急にさ、ボローって出てくるんよ。コーヒー吹いてパソコンの画面ギショギショになったって、やばいじゃん。大きな両手に抱かれてても不安になるの、まるで底なし沼、どんどん沈んでく鏡に向かう、微笑むピエロの涙、何が欲しいのか自分でさえも不明の嵐、言えない、言いたいでも言えない、そう欲深すぎる、私一人だけ見ていてほしいの、視線を動かさないで、天井息さえできないくらい天井情熱の針が触れる、あなたを目を
マックスになる天井両足爪の先から天井頭の長い髪まで私は増根もう引き返せない愛は天井を知らずまさかこんなに炎上するなんてね感情に驚いてる炎上いきなり風が吹き抜け炎上炎が広がるように私のすべてを燃やし尽くして空っぽになる炎上ハートの奥を焦がして炎上体が熱く感じるあなたなしではもう生きてゆけない愛の炎上路線炎上逃したあ炎上だー私のお城はもう3回炎上しましたわはい今日一笑いましたってよかったよかったよいしょありがとう。こんにちは。そうなの待ってちょっと運営さんのお城が燃えてるらしいピエンだねキャーなんでだ誰だやったのはトゥル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 すぐ近くなのに離れて感じる君はバスの二つ前の席声をかけるにはちょっと恥ずかしい何度恋をしても慣れないねカーブ曲がり体が傾くときその方向は同じさ君に重力心配何も話せなくても確かに今僕らは一つになる君に重力心配後ろ気づかなくても分かり合える気が間違えた来るよ日が来るよ誰とるとるキュンですありがとうございますキャンデルチョウギさんドーン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 窓が曇るほど乗客は多く君の顔が影で見えなくなる喋るその声に耳を傾けて僕は胸の奥をときめかせたバスが急にスピード愛は
重力、そこにいるそれだけで二人はそう地球を共有する。愛はフレンズ存在、身内なくでもそのフェン踏めばいい。え、ここの感想のダンスがめっちゃ好き。重力心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、いつか同じ重さで愛についてを思うだろう。だんだなんだんだんだなん、イエーイいい曲だ。かわいいよな、かわいいよな。ポン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 、あー、え、かわいい。なんかこれさ、あれだよね、毎マイカがやってるっけ。マイカこっち向いて一瞬だけ僕の存在に気づいてよ、こっち向いて5秒でいい、近くに僕をだけど本当は目と目合ってもあたふたするだけ、何も言えない心のプラカード、見てくれたら僕の気持ちもわかるのに、あなたが好きですとそう書いておけたら、ドキドキしても汗をかいても告白できる。え、かわいいこの曲かわいいな、このギャグ。会いたかったじゃん。心のプラカード完コピしとったってすごいな、すごいな、すごいな。なっちゃんカラオケしてる、相変わらずお上手ねって、ありがとう。100っぽい曲やろうってなんだろう、わかんないや。尊い、ありがとうございます、ありがとう。100っぽいか、わかんないなぁわかんないなぁ、ちょっと探してみますね。100っぽいはちょっと、100っぽいはちょっと無理と思うわ。あ、でもなんかこの曲盛り上がるなっていう曲、ちょっとなら私のじゃあみんなへの気持ちを歌いたいと思います
私めっちゃカッコつけとったけど BGM オフにしとったんよ。恥ずかしい。今のめっちゃ恥ずかしい。めっちゃカッコつけてさ、曲始まるの待っとったんやけど、自分がさ、待って、めっちゃうるさいね。ごめんなさい。めっちゃうるさいね。私自分が音量消してるの忘れてさ、めっちゃカッコつけちゃったわ。恥ずかしい。走り出す罰追いかけて、僕は君に伝えたかった。心のもやもやが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるために衝動に素直になろう。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。ヘイヘイ。失うものに気づいたとき、いてもたってもいられなかった。今すぐ僕にできるのは、この重い言葉にすること。なぜかさっきから空を見てるだけで、瞳がうるうる溢れて止まらない。僕たちが住むこの世界は、誰かへの愛で満ちてる。絶対に君を絶対に二度と話はしない。絶対に誓う、絶対にやっと巡り会えたんだ。絶対に君を絶対に幸せにしてみせる。聞いてほしいんだ大声ダイヤモンド。何も始まらないよ、感情を吐き出して。今すぐ素直になれ、声に出せば光輝く。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、僕の愛しさよ届け。大好きだずっと大好きだ、風の中で叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。勇気を出していおうよ、黙っていちゃそのままさ、恥ずかしくなんてないんだ。好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ。感情を吐き出して、今すぐ素直になれ。うぅ、やったー、みんなからいっぱい好きって言ってもらえたわ。イエーイ、嬉しい。
ありがとう。こんばんは。みんな見に来てくれてありがとう。はじめましての皆さんもありがとう。じゃんじゃんかじゃんじゃんじゃんかじゃかじゃんじゃんかじゃ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 んじゃんじゃんかじゃ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 ん。前を見れば長い列、何キロ続くのか。一本道大渋滞渋滞渋滞。ちょっと出会って恋をしてドライブス横入りは待ってなちょっと待って、これもうテロップが大渋滞。どんなに嫉妬されたって関係ないじゃない。あちこち聞こえるクラクション負けちの遠いでしょ。それとも恋とはさあ待っても、それまでよゲームオーバー。本体速度と優越感、イエイエイエイよりもウォーウォーウォー、スピード出さないでゆっくりと、イエイエイエイよりもウォーウォーウォー、サクチンサクチミテイエイエイキスしてキスしてイエイイエイイエイよりもウォーウォーウォー、もっとイエイイエイイエイよりもウォー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 。これはちょっとやばいわ、これはダメだ、めっちゃめっちゃやばい、あの歌詞が渋滞してしまういやー歌詞が大渋滞した今。絶対これ歌ったらねすごいことなるんよ。これ歌ったら絶対やばいやろうなっていう曲が一個あって、ノーウェイマンは絶対やばいと思う。歌えてみた、あなたを過ごしたる、このタイミングで来るぞ。無理して言わなけりゃ怪我しなかった、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、相思相愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の屈託もない、綺麗な夕焼けに悪態つこう、そんな大事じゃなく小さな幸せでいい、恋が叶わなくても恋してたい。おお、え、これすごい、なんか STU の曲だとあのテロップがすごいいい感じ、いい感じなんだけど。二人の関係が微妙に気まくなる、最悪の事態にならなきゃいいけど、そう名乗れて引き際よく精いっぱい強がってた。話題をすぐ変えて餃子の話をした、脈絡なさが自分でも痛いよ。焼き餃子も水餃子も今の私にいいのに、思いつきで口にしちゃいけない感情だった。誰かが先に好きなと言ってくれる日まで、ただ受け身のままじっと待っていようと思った。もう二度と自分の方から思いを打ち明けたりはしない、深呼吸一つして冷静になろう。昨日までのような友達に戻りたいけど、
やっぱり何かが違う。あ、そんな自分のバカさに呆れ後悔をしてもしょうがない。普通の星空にほっとかれてる。しまっておけない胸の片隅、正直者なんて自慢できないよ。誰かへの愛しさごくりと飲み込んで夢でも見よう。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の屈託もない。綺麗な夕焼けに悪態つこう。そんな大事じゃなく小さな幸せでいい。恋が叶わなくても恋してたい。いやー、すごかった、すごかったよ。あのテロップ爆走しましたね。もう大爆走しとった。やったー、うまいって、ありがとう。あ、うまいってあれかな、なんかそうなんよね。そう、ごめん、定型文かもしれん。ライブでめっちゃ盛り上がるよね。そう、みんなも一緒になんか振りとか覚えてくれたらめっちゃ楽しそう。100日配信おめでとうございました、ありがとう。トゥス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 トゥトゥス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 。そんな感じで。そんな感じで皆さん、配信もう今日の配信はこんな感じで終わろうかな。というわけでラストの曲聞いてください。それではラストはこの曲でー、ペダル壇上チャレンジー。ちょっと面白い今日。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上は走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は沈み星が輝いて明日のその道を照らすよ。次はそれでは壇上読み上げていきたいと思います。秋吉さん、自徳さん、ケンジさん、山女さん、コンジーさん、シゲさん、リチャさん、イエローフィッシュさん、ジョージさん、月影さん、
3位たけひろマックさん、2位なちゃまこさん、そして第1位はけんけんさんです。ありがとうございます。みんな今日見に来てくれてありがとう。生きることはペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ、自分のためだと答えは出ている、どんな道のりも人生だ、ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい、呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ。イエイ、ありがとうございます。というわけでラストに格納を吹きます。今日は筆ペンで書きます。そう、明日のミクチャ配信イベントがラストですね。2期研究生の全員で頑張っているイベント、ラスト1日となりまして、私は13時に1時からお昼の1時から配信をします。皆さんラスト見に来てください。ミクチャ配信。今日8月10日。よいしょ。ほい。ああ、すごい。めっちゃクマいるんだけど。ありがとうございます。くまぴさん、ありがとうございまーす。なんかすごい、なんかあれみたい。なんかこれさ、なんかチャイナドレスにさ、なんかこう襟ついてるみたいだね。ありがとうございまーす。みんなありがとう。100日おめでとうって。アルタイルさん、ホタテサマーさん、月影さん、ありがとう。なちゃまこさん、ミラーボールありがとう。けんけんさん、ミラーボールたくさんありがとうございます。ふくちゃんファイトありがとう。音符もありがとう。みんなミラーボールありがとう。月影さん、はにゃーすだいさん、けんけんさん、音符ありがとうございます。ベレーボーのおじさん、たこありがとう。たかひろまきさん、尊いありがとう。パチパチありがとう。おういさん100日おめでとうありがとう。ありがとうございます。ジョージさん、金魚すくいありがとうございます。ブラボーブラボー、センキュー。とってもおしゃれ。そう、これね、ワンピースなんですよ。またいつかね来ますあ、すごい、クマタワー、ありがとうございます。よいしょ。
ありがとうございます。はい、でけね、なちゃまこさんありがとうございます。100日タワーありがとう。これからもよろしくお願いします。仲良くねありがとう、ありがとうございます。これマイクしてるわ。ありがとうございます。続いてくまぴさん、くまぴさん、ありがくまタワーン、ありがくまタワーン、元気にしてたーん、ありがとう。またお誕生日配信とは言わず顔を覗いてください。ありがとうございます。というわけで皆さん、100日配信ありがとうございます。連続配信100日目ありがとうございます。それでは今日も一日ありがとうございました。明日の配信も楽しみましょう。それでは配信最後のあっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい。上、連続配信100日ありがとう。あっち向いてほい。当たった方は超ラッキー、外れてしまったピュンって方もラッキーです。明日も一日楽しみましょう。それではおやすみナイスいきましょう。私がおやと言ったら皆さんコメント欄ですみと返してください。それではおや、明日の配信はミクチャ配信もあるので、明日みんなと会えるのは13時ですね。一番早い時間はあのミクチャの方で13時から配信するので、そこで会いましょう。皆さん待ってます。それでは13時のミクチャで会いましょう。それではまたね。配信ショールーム配信はまた夜になると思います。そんな感じです。はい、ローモバセトラブミクチャといろいろね、たくさんね、他にもやってますんで、皆さん全部楽しもうねそれではおやん、おやん、そう、祝通しましょう。おやん、そう、渡辺三昧でいきましょう。なっちゃん三昧、みんなをなっちゃん沼に呼び寄せます。それではおやん